おい、正直に言え。こいつは狼に育てられてないやろ。狼に育てられたよ。嘘つけ。いや、そんなわけないやろ。こいつが狼に育てられたわけないやろ。それにしては凡人すぎんねん。狼に育てられたよ。嘘つけ。狼に育てられた人間が日曜の昼間に寝転びながらお菓子食ってテレビ見いひんって。生肉食ってるだろ。生肉食う凡人や、こいつは。狼に育てられたやったら野原駆け回れ。日曜の昼間、平日の昼間関係なく駆け回るやろ。駆け回らないよ。じゃあ凡人や。こいつは狼に育てられてない。凡人やもん。狼に育てられた。嘘つくな。一回もぐるぐる言わんやん。ぐるぐるぐるって一回も言うてないで、こいつ。嘘じゃない。嘘だろ。嘘じゃない。嘘って言え。嘘でしかないねん、こんな存在。狼に育てられたのに凡人に育つわけないねん。俺がこれじゃあ今警察に行ったのか。警察行ったらこいつ有罪やぞ、絶対。何の有罪なの。無期懲役やって。こんな無期懲役なわけないだろ。じゃあ執行猶予3年付きの無期懲役。そんなんない。執行猶予つかない、無期懲役に。じゃないとおかしいやん。こいつの存在おかしいやん。狼に育てられてないんやろ。狼に育てられたよ。12年間。すごい育てられてる。生後5日の時からね。すごい育てられてる。でも狼の寿命は8年ぐらいだから、あれは2回目の親だよ。狼が親が変わってる。え、そんなことあるん。最初の母親と違う母親になってる。あ、なんでな。で、あんたはそれ知ってんの。私があの子を産んだ母親だから。え、え、何言ってんの。私が産んですぐ狼に預けたんだよ。は、え、どういうこと。生まれてすぐちょっと体調悪かったから、ちょっとだけ預かってもらおうと思ってね。そんな親戚に預けるみたいな感覚で、妹にちょっと面倒見といてよみたいな感覚で。それで12年間預けてたのさ。え、狼に育てられた。ん、あなた狼に育てられた。狼に育てられてないと狼に預けようっていう発想に至らんからさ。狼に育てられたよ。狼に育てられてた。こいつも代々狼に育てられてた。32まで育てられてた。32まで狼に。はあ、多分親狼5、6回変わってそう。はあ、え、どういう意味なんそれ。どういう文化なん。わからんねんけど。私もあの子も狼に育てられたのさ。え、これすごいことやん。大スクープやん。狼に育てられ、狼に育てさせた変人と、狼に育てられたのに凡人なやつ。大スクープやん。来週のテレビは狼一家4時間スペシャルで行こう。もしもチャミ同士が出てきたらどうしよう。冷蔵庫に入れてカチコチにしちゃおう。だけどちょっと僕だって怖いな。